さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は現在開催中のアマゾンタイムセール祭りの自作パソコン系でのおすすめ商品をご紹介していこうと思います。昨日先行セールでのおすすめ商品もあげたのですが、それ以外にも良さそうな商品があったので今回はそれをご紹介していこうと思います。皆さんの買い物の参考になればと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。もしかしたらすでに売り切れのものもあるかもしれませんがご了承ください。それでは行ってみましょう。Amazon セールで購入される前にキャンペーンにエントリーすると、合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップするので必ずエントリーしましょう。ではおすすめ商品のご紹介です。それではまず一つ目はこちら。インテルコア i5-10400F になります。価格は 22,833 円です。価格コムで見ると一番安いわけではありませんが、Amazon の中での割引を見るといいかなと思う商品です。6コア12スレッドある CPU なので、割と多くの方に十分な性能かなと思います。ただ、内蔵グラフィックが付いていないモデルなのでご注意ください。では次。AMD Ryzen 7 5700X になります。価格は 27,253 円です。こちらも価格コムを見ると一番最安というわけではありませんが、8コア16スレッドで 65W なので、省電力高性能な CPU になります。今私もメインで使っているんですが、これ以上性能が必要だなとは思えないぐらい良い CPU かなと思います。一応、並行輸入品がさらに安い 25,400 円で販売しておりますが、万が一の保証等を考えたら、先ほどの代理品店さんの方がいいかなと思います。では次。マザーボードは昨日の動画でも紹介した商品になります。MSIMAGB660M モルタル Wi-Fi DDR4 になります。価格が 28,800 円になります。こちらはインテル12世代と13世代対応のミドル向けマザーボードになります。Wi-Fi 機能のないモデルもありまして、それだと価格が 16,592 円になります。デスクトップは有線 LAN を使って使うって人はこっちの方がいいかと思います。また先ほどのコア i5-10400F と組み合わせても良さそうですね。では次。MSIMAGB550 トマホークになります。こちらは AMD Ryzen 5000シリーズ向けのマザーボードになります。価格は 19,580 円になります。先ほどご紹介した AMD Ryzen 7 5700X と組み合わせても使える商品ですね。私の構成がちょうど AMD Ryzen 7 5700X と B550 のマザーボードなんですが、今のところ大きな不具合なども出ずに使えてますね。では次。シュラララ。ストレージに関してはかなり多くのものが安くなっており、その中でも昨日とは違う良さそうなものを何点かご紹介します。サムスン980 Pro 1TB になります。こちらは価格が 11,380 円です。Gen4 の M.2SSD になるのですが、最大転送速度が読み出しで 7000Mbps 書き込み 5000Mbps とかなり高速です。またサムスン製の中でも 980 Pro というのが上位のモデルとなるので、堅牢性なども含めてかなり良い商品と思います。発売当初は 25,000 円ぐらいする商品だったみたいです。では次。Seagate の Iron Wolf Pro 18TB になります。価格は 49,320 円になります。値段としては安い商品ではないのですが、普段は6万円ぐらいする商品で、それが1万円ぐらい安い価格となっております。編集時で価格コムを含めて一番安い商品なので、大容量のハードディスクを探してる方にはおすすめです。Seagateはちょっと、という方にはこちら、ウエスタンデジタルレッド 3TB になります。価格は 11,536 円です。こちらは 2TB との差が1000円もないのと、4TB だと3000円ぐらい差があるので、この中だと 3TB がおすすめかなと思います。一応NAS用のハードディスクとなるので、普通に使うことも大丈夫ではありますが、こちらのウエスタンデジタルブルー 6TB はクーポンを入れると1万円台で購入できます。普通に画像保存用や動画保存用、バックアップ用などにも使えてかなりいいかなと思います。こちらは編集時点で価格コムでも一番安いモデルとなっています。では次。昨日も RTX 3060Ti を紹介したのですが、それよりも安いものがあったのでご紹介です。クロート指向 NVIDIA GeForce RTX 3060Ti になります。価格は 51,838 円です。ちなみにこちら、ドスパラで 49,980 円で売っています。なので、Amazon よりドスパラで購入した方がかなりいいですね。フル HD なら割とあらゆるゲームを快適にできるグラボかなと思います。では次。NZXT の H7 Elite になります。価格は 26,340 円です。こちらは普段 34,000 円ぐらいするのですが、最近の Amazon の中では最安で、こちらも編集時点で価格コムでも一番安いモデルとなっています。フロント 240mm のファンを3機搭載しているモデルで、エアフローも静音性もかなり高いケースかなと思います。これだと大きいかなと思う方はこちら。
NZXT の H5 エリートになります。価格は 16,650円です。こちらも価格込む含めた最安値となっています。こちらはフロント 220mm のファンが2機搭載されているモデルです。NZXT のケースって結構漆黒でかっこいい部分もあるので、もし気になる方は見ていただければと思います。では次。サーマルテイク H200 になります。価格は7,400円。こちらは普段8,700円ぐらいするケースなんですが、こちらも価格込む含めた最安値となっています。しかもこちらは白色だけ安売りとなっています。白いパソコンを作りたいって人にはいいかもしれませんが、裏配線スペースが結構狭いみたいなので、配線処理等は気をつけてもらえればと思います。では次。シュララGMK テックの NACBOX5 になります。価格は 16,991円です。以前、こちらの商品レビューしたことがあるのですが、その時で約34,000円ぐらいだったのですが、かなり値下がりしていますね。しかもこの商品、この価格で Windows 11 Pro がインストールされているんですよね。OS 代だけで元が取れるような値段ですね。詳しい性能などはぜひレビュー動画を見ていただければと思います。では次。今回ミニズフォーラムのミニパソコンも色々と安売りをしていました。その中でも気になった商品をご紹介です。まずはミニズフォーラム UM773 ライトになります。こちらは以前桜エディションをレビューさせていただいたんですが、AMD Ryzen 7 7735HS がかなり強いんですよね。Zen 3 プラスアーキテクチャで8コア16スレッドの CPU で、内蔵グラフィックも AMD Radeon 680M なので、軽いゲームはもちろんのこと、少し重いゲームでも割とできるミニパソコンなんですよね。こちらの詳しい性能については、ぜひレビュー動画を見ていただければと思います。続いてはミニズフォーラム HX80G になります。価格は108,784円です。金額的にはとても安い商品ではないのですが、CPU は AMD Ryzen 7 5800H で、GPU は AMD Radeon RX6600M を搭載しています。これ1台でゲームも動画編集などもできるミニパソコンになります。もちろんゲームによってはすごく快適というまではいかなくとも、割としっかりできるのでおすすめです。では次。ASUS ROG STRIX G15G513QR になります。価格は188,820円です。こちらも編集時点で価格コムでも一番安いモデルとなっています。CPU は AMD Ryzen 7 5800H で GPU は GeForce RTX 3070。モニターのリフレッシュレートは 300Hz の 15.6 インチのゲーミングノートパソコンになります。もともと24万円ぐらいするゲーミングノートパソコンなんですが、値段的には高いですが相当強いパソコンだと思います。では次。アンカーマグネティックケーブルホルダーになります。価格は1352円で100円引きのクーポンもあります。ちなみにこの100円引きは黒にしかありません。こちらはマグネット式のケーブルホルダーで、デスクにあるケーブル類をまとめるのに役立つ商品となります。ケーブルが綺麗に並んでるだけでも見た目が良くなりますね。では次。今回飲料系がかなり安くなっていました。その中でも個人的におすすめなのが、双顕微茶ラベルレス 500ml×24本になります。価格は1690円です。1本あたり70円なので、スーパーや自動販売機などでいつも買う方にはかなりお買い得かと思います。他にもアクエリアスが1894円で、1本あたり79円なので、これからの暑い時期に備えて買っておくのもいいかなと思います。他にもコーヒーや紅茶、いろんな飲料があったので、気になった方は見てみてください。はい、ということで今回は、Amazon タイムセール祭りの商品を見てみました。先行セールに比べていろんな商品が安くなっていた印象ですね。特に今回は飲料系が本当に安いと感じたので、配達員さんには申し訳ありませんが、重い荷物を運んでもらおうと思います。確かに重い荷物を買って帰ることを考えたら、家まで運んでくれるならありがたいわよね。ですです。前日で Amazon セール動画を出しましたが、7月には Amazon プライムデーがあるかもしれないので、そこまで待ってもいいかもですね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。